ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、エドワード・グリーン、キブアス、サイドエラスティック、オーダーモデル、ブラックカラーです。革靴の老舗がひしめく英国でも最高峰とも謳われるエドワード・グリーンは、優れた履き心地とクラシカルなシェイプを両立するラストメイキング、良質な素材と熟練の職人が手掛ける確かな作りで知られています。途中倒産、エルメスによる買収の危機に直面しますが、靴デザイナーであったジョン・フルスティック氏がブランドを買い取り、見事再建を果たし名作を生み出し続けています。本来規制展開しているキブアスはクォーターブローグに分類できるような各所のパーフォレーションが華やかなサイドエラスティックシューズとなっています。対してこちらはパンチングはおろか、キャップも配したプレントゥーのデザインです。エラスティック部分を隠す短冊状のレザー、ガゼットも通常このシューズにはつきますが、その細かな線もうるさく思えたのか取り付けられていません。このことからも非常にストイックかつドレッシーなスリッポンと言えます。このデザインに似たエドワード・グリーンのコレクションにフィッツ・ウィリアムがあります。こちらは数年前に発表された最近のモデルで、同じくプレーン等のサイドエラスティックシューズ、エラスティックもガゼットに覆われていない点も類似点です。ただしこのゴムの形状がこちらのキブアスは直線的であるのに対して、フィッツ・ウィリアムは丸く切り取られています。木型もフィッツ・ウィリアムは915ラストという新しい木型が使われているのに対して、既製のキブアスには888ないし82が多いです。その中でこちらのオーダー品には現行のエドワード・グリーンでも古参となる88ラストを使用しています。2015年に発表された915ラストは82ラストをややロングノーズにし、サイドラインを直線的に仕上げたモダンかつエレガントな木型です。対して88ラスト、フォスター&サンの既製ライン OEM にも使われるなど、エドワード・グリーン旧工場時代から使用される木型です。白張りすぎないブリティッシュスクエア等でノーズは短め、トラットな英国然とした佇まいとなっています。じゃあ次に使用感の説明に移らせていただきます。こちらは S ランク未使用となっております。ではまず右足です。オーダー品のため特別上質な革が使われているのか、ツヤ感も非常に上がった個体です。つま先にスチールも取り付けられています。こちらは左足です。では次にサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらはサイズ表記の方がシクサーフ E となっております。エドワード・グリーン202ラストの方で 6E、 ゴールデンのバリーラストの方でシクサーフ D あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。その他サイズ感について不安やご質問などございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。脱ぎ履きの機会の多い日本ではローファーとともにエラスティックシューズは人気のお品です。ビジネスに使うにはコインローファーはかなりカジュアルですが、タッセルローファーは自分にはエレガントすぎると言われるお客様も少なくありません。その点でこれらのシューズは非常におすすめです。人と被ることのない一点物のエドワード・グリーンのお品、ご興味がある方はお早めにご検討くださいませ。それではご視聴いただきありがとうございました。